台風19号の被災地の明日の天気をお伝えします。ここからは皆さんからいただいたウェザーリポートをご紹介していきます。福島県南相馬市アマテラスさんからいただきました。ありがとうございます。福島県の水無川およそ300メートル上流部になります。ここもやはりカーブ地点で道路がえぐれています。落ち着いたのでようやくリポートできましたといただいております。さあ、こちらも少し落ち着いたタイミングでリポートを送っていただいたということなんですが、まだまだ台風19号の爪痕各地で残っている状況です。引き続き危険な場所には近づかないようにお気をつけください。さあ、ウェザーリポートをご紹介していきましたが、ここからは土の中の水分量を確認していきましょう。今朝は関東南部や静岡を中心に、雨が降りましたが、日中にかけては雨の止んでいる時間多くありました。そのためこれまでに比べると土の中の水分量少しずつ減ってきてはいるんですが、まだまだこれまでの雨により水分量が多い状態です。地盤も緩んでおりますので、新たな土砂災害の発生に警戒してください。続いてお天気をアイコンでも確認していきます。まずは東日本です。各地で雨のアイコンがついておりますが、雲が多くすっきりしない空、雨が降るところが多くなりそうです。長野は後曇りのアイコンとなっておりますが、こちらは雨の可能性を含んでおり、だんだん雲が多くなって夜は雨が降りそうです。先日の雨で地盤が緩んでいる状態ですので、少しの雨でも土砂災害の発生に警戒してください。続いて東北エリアです。こちらも後曇りのアイコンとなっているところが多くなっております。福島はだんだん雲が多くなるものの、雨の心配はありません。復旧作業を進められる天気となりそうです。宮城に関しては日差しが届いても雨の可能性がありますので、復旧作業の際は空の変化にお気をつけください。また体感は東日本から東北エリアにかけて各地で1日の寒暖差が大きくなりそうです。ただでさえ風邪をひきやすい時期ですので、朝晩はできるだけ暖を取り、昼間の復旧作業の際は暑さを感じたら上着を脱ぐなど上手に調節をしながら体調管理にお気をつけください。以上、被災地の明日の天気をお伝えしました。